녕하세요미소입니다今日は보기도야今日は何をするかって言ったら、なんか最近コメントとかで、夏なのに髪染めるんですかとか、ここ半年というか結構ずっと黒髪でやってきて、こう前とかは明るい色しよったのに、ずっと黒髪で、なんか明るい色のみそちゃんみたいですか。髪についてのコメントが多いよね。髪ってピラピラの髪じゃなくて、こっちの毛の方の髪ですね。これでね、まあ確かに思い返してみれば、いろいろなんて言うんだろう、こうやりよったんやけど、最近半年はね、半年ぐらい前に韓国のね、適当に探した韓国の店、適当っつっても適当じゃないんやけども、適当か、近所でそのなんて言うんだろう、自分らの世代がいかんようなおばちゃんのね、美容室行ったらどんなになるんかなと思って、面白いかなと思って行ってみたら、めっちゃ面白かったやん。あの動画でね、これおすすめにしてくださいって言って、おすすめにしてください違うわ、お任せにしてくださいって言ってね、染めてもらう髪なんやけど、この髪がね、今ね結構やばいんよ。思い返してみたら本当にね、ここ半年ら辺はね、やってないね、髪色。君はそうですか、明るい系やりたいなと思ってんけど、これでみんなが気になると思うんやけど、なんで髪をね、半年ぐらい何もいじらんかったって言ったら、結論から言ったら、あの美容室、やばい。え、何がやばい？え、何がやばい？何がやばい？何がやばいって騒いでるそこの君。やばいんよ。結論から言うね。あの美容室ね、やばい。いや、これ2回目。何回言うんですかっていう話ね。結論から、何回結論あるんだよ。まあ、言ったら、半年ぐらい前にさ、このお任せにしてくださいから始まって、この黒になったと思うんやけど、黒の前、結構ね、ここ色抜いて、めっちゃなんて金に近い色にしとったんね。普段やらんように、めっちゃ金に近い色にしとったんよ。干したら、その金にしとって黒に入れたらさ、やっぱ黒の下から金がこう出てきたり、なんていう、茶色になったり、汚い色出てきよったんよね。その状態であの美容室に行って、干したら、まあ、黒にしてくれて、まあ黒やけんさ、また出てくるって思うやん。一切出てこんの。意味わかる？黒染めしてくれたんかわからん。でもお任せやったけんさ、お任せやったけん、でもとりあえず黒にしてくれたんね。でもそっからね、一切髪のね、何も出てこんだった。こうやってやったらわかるんやけど、普通さ、明るい色にしとって黒に染めたらさ、ここの毛とかってさ、結構さ、てかこれなんかおりそうやね、こう漫画とかに出てきそうな。あ、漫画といえば最近あるよ、アニメのワンパンマンにハマってる、埼玉と結婚したい。これで普通明るい色にしとって黒入れたら絶対ここは出てくるはずなんや。なのにね、あの店でやったらもう一切黒がね、よれんというか、いやファンデーションじゃないんやけ、なんかよれんというより黒がほんまに出てこん。じゃけんさ、あの人はさ、アメリカでさ、美容習ったけ言ったけんさ、アメリカの技術でこんなになっとんかなと思って、いやほんとすごいなと思ったよね。しかもこの髪色代5000円よ。5000円でめっちゃ半年間黒がキープされたよね。それって美容室屋さん的に大丈夫なんて思うよ。お客さんが半年も来んかったらさ、美容室もさ、なんていう経営あるけんさ、もうちょっと手抜いた方がお客さん来るんじゃないって私的には思うんやけど、本当に優しいやってくれた人やなって思うよね。だってそうやん、お客さんがさ半年間来んかったらさ、いやてかまだ全然半年経っても全然茶色とか出てきてないし、もうやったそのまま、やった当時のそのままにずっと黒がある。めっちゃ綺麗な黒だよね。なんか髪が綺麗に見える黒。しかもあのお店はさ、あそこ行こうって決めて家出たわけでもないし、近所のね美容師さんに、適当屋さんに入って、適当屋さんってなんで、いや適当に入ってこの結果やけん、あの美容室は本当におすすめやと思う。やけん韓国に住んでる人とか、韓国で黒染めしたいなっていう人はね、あの人英語通じるけん、ぜひ行ってもらいたいって思うのと、しかもさ、明るい髪しとるって聞いてね、もう結構ねプリンとかめんどくさかったん、動画撮るよって。まあ、デブやけん上から撮るんよ。こうやって撮ったらもう細く見えるんよ。こうやってね、上から撮ったらさ、顔とかだいぶ細く見えるけん、絶対動画を上からって決めたよね。そしたらやっぱさ、プリンとかが目立ってくるんよね。やけどさ、黒ってさ、もう全然プリンとか気にせんねんしさ、まあ、明るい時は本当になんて言うんだろう、美容室行くお金もないし、行く時間もないし、本当にめんどくさかった。もうなんかもうあれって、染めてもどん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 出てくるやん。こうやってなんかもう時間早いって言うやん。時間は早いとは言わんけど、うん、やけど黒にしたら本当にね、美容室行かんでえけん、お金も貯まるし、時間も猶予できるし、猶予ってなんかあれ、なんかまあ楽、とりあえずめっちゃ楽で、なんで黒髪ずっとやっとんですかって言うんだけど、いや本当に黒髪の調子が良すぎて、やけんね、もしね本当に韓国で黒髪したいっていう人は本当におすすめ。韓国人めっちゃ黒髪多いけんね。あそこのおばさんほんまに優しいし、5000円でこんだけ半年間ね、黒髪がめっちゃ綺麗な黒髪がキープされるんだったら、本当にあそこはおすすめやけん。マジで何使ったらあんなこんな綺麗な、なんていう、保たれるんだろうかと思って。最近さ、黒髪とかずっとやけん、まあそろそろ明るい髪にはしたいなと思っとんやけど、まあね、黒が一番いいかなと思ったんやけど、まあ今日はそういう動画でした。やけん今日の動画はとにかく、あの美容室は実はやばかったっていう動画でした。やけんもし韓国でね、髪染めたいっていう人はぜひ行ってみてください。以上、大韓民からでした。バイバーイ。